え、皆さん、おはようございます。おはようございます。10月25日、8時45分になりました。デイトレの配信スタートしてまいります。今日は、粕谷、遠藤、この2名体制で行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。音声映像、皆さん、いかがでしょうか？問題なく、丁寧に聞いてきておりますでしょうか？つづいのことでも何かありましたら、コメントをください。ありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。おはようございます。音声送旅行ということです。ありがとうございます。あ、OK。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。続くとコメントいただいております。消し方終わりました。ニューヨーク賞は、大きく上昇という形、続伸ですね。ダウに関しましては417ドル高ということです。ナスダックに関しましても92ポイント高という形で続伸で終えております。その流れを受ける形で日本の市場も上げてのスタート、大幅に近い状態でしょうかね。200円近く150円から200円近く上げてのスタートが、見込まれてはおりますけれども、今180円高2万7000円台ですね。また取り返してのスタート。2万7200円ぐらいでしょうかね。スタートが見込まれております。為替に関しましても、かなり不安定な状況となっております。為替介入とは、また逆の動きももちろん入るということですね。今、円相場強く展開となりそうな感じです。148円、1ドルですね。148円、83銭という。先生、為替どうなっていくと見ていますか？為替はですね、すごくめちゃくちゃ単純に話しますと、はい、為替相場って基本的には各国の金融政策とか財政政策の話で決まるようなもの、または、通貨の枚数ですよね、各国の。なので、ドル円に関しては基本的にこの傾向続くかな。で、為替介入ってそもそも日本は為替介入しちゃいけない国ですから、相場固定性じゃないですから、本来はダメなんですけど、やってるっていうのは、もともと円、100円付近、70円とか80円とか、で、買ってた、いっぱい持ってたやつをただ今手仕舞いしてるだけなので、行動でされてるような話じゃないので、今日本、儲かってうわうわですから、円がいっぱい今あってうわうわって話なので、それをただ手仕舞いしてるっていう、単純にそれだけで、で、今、アメリカの方の、利益観測がどうやらちょっと怪しいっていうのが、そこが一番懸念かなって逆に。で、それがどうなるかなっていうところで大きく変わってくるかなとは思うんですけれども、基本的には、まだ上の方向は狙っていっちゃうのかなっていう、どうしても需給ですから。そういうふうに見ていただければ、シンプルに見ていただければまだいいのかなというふうには思ってます。ありがとうございます。いきます。本当に、日本の企業、リスケの企業、あと内需系、また誓いますけれども、今おっしゃったようにシンプルにですね、おっしゃっていただいたように、シンプルに捉えるということですね。もうこれだけ確かに変わりました。数ヶ月で、30円ほど上げてますよね。だいぶ上げましたからね。この気ですね。あとさっき固定性っていうのは、30年以上前。そうですよね。そうですね。72年。までが、そうですね、固定性でしたので。ということで、個別銘柄、デイトレードのですね、個別銘柄には、ほとんどと言ってもいいほど影響はない、いいものになります。しかもその日のうちに手仕舞いしますので、皆さんも、1日9時から特に3時の間での勝負。しかもその中でも、数分間、数十分間の勝負。ということで、見るようにしてください。全体的な流れですね、ざっくりと、まずトレンドを抑えると、こういうことを踏まえての個別ということで見ていきたいと思います。で、今日は6銘柄ほど見ております。6579ロブリー、7794 EDP、8704トレーダーズホールディング、7610テイツー、3038神戸物産、4592サンバイト、特にこの3038神戸物産と4592サンバイは空売り戦略とこうなります。で、朝方ですね、6579のロブリーもストップ高回避範囲でしたので、崩れたところを空売り可能であれば狙うということで見ておりましたが、もう早速崩れてきております。で、こちら画面共有をさせていただきます。冷やしチャート、これ出しております。ロブリーは今こちら、
昨日1047円に対して、先ほどまで1347円46円、ストップ高ということで、買い上げだったんですけども、どん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 今、上がってきております。まあ、それでも1243円44円ということで、今、いる位置がちょうどこの辺りですかね。ちょうどこの辺り、今、見えますでしょうかね。この辺りからのスタートが見込まれるということになります。で、まあ、空売りが可能であればですね、崩れたところを狙うというのも大いにあり。ですので、今、楽天を見ておりますけれども、可能であれば、あ、売り金ですね、楽天売り金ですね。他の証券会社、皆さん、松井証券、SBI 証券、使っている方など、確認をしてください。空売りができなければ、買い戦略のみ、という形で、こちら見ていきます。全く今、今の価格問題ありませんので、今日のストップ高、1347円となります。今、1239円か1240円の一段高。朝方8の段階がストップ高という形でした。そして二つ目見ていきます。7794 EDP の買い戦略。上場来の高値を更新してのスタートが見込まれます。上場来の高値が 16,980 円。10月に捨てた高値となっております。で、それを今上回っての気配で 17,210 円から 17,220 円ということですね。この、ちょうどこのあたりでしょうかね。ここからのスタートが見受けられるということですね。より買いの圧力はいい状態。ただ、板薄いです。まあ、昨日も、あれだけ値動き、激しく動いたんですけど、板の状態は変わらず、100株、200株、300株、400株、500株というところになっております。そして3つ目。8704、トレーダーズホールディングス。証券、先物ですね。などを扱っている会社。一段高となりまして、550円どころを久々に突破、終わりに別で突破していきました。562円で昨日終えております。昨日の高値、573円。563円と564円どころなので、昨日の終値とあまり変わらない水準でのスタートとなりそうです。まずは、昨日つけた上髭ですね。573円を抜けるかどうか。抜けない限りは、出来高見てください。昨日の出来高見る限り、難しいですから。抜けない限りは取りにしない。もう朝、もうなりきり自分買っちゃおう。自分だけ買っちゃえばいいだろうとは思わないようにしてください。そして4つ目、7610、定位通です。こちら定位株、100円台のものとなります。じわ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 安値が切り上がっているのは、冷やしチャートから見ることができます。150円、151円どころということになります。昨日、これでも13円ほど上下に動きました。昨日の高値152円、昨日の安値139円の13円ですね。上下に動いた銘柄となりまして、今現在150円から151円。もうすでに、昨日の高値どころは抜けている状態、昨日の終値ですね、抜けている状態となりますので、まあ、高値を捉えるか、見ていきましょう。ちょっと急ピッチにですね、週足チャートで見ても上げすぎ感も見受けられます。利益に押されることも考えられますけれども、いかんせんアンダーが強いですから、このアンダーの強さを、まあ、有利にですね、我々見ることができますので、ここ、ワンティック、だけで、まあ、ツーティック以上はですね、できたら取りたいところになります。大きく入って、しっかりと抜くということですね。そして、5銘柄目、3038、神戸物産です。昨日の終値で3070円に対しまして、3100円から3100円。ちょっと売り超の傾向が見られるんですけれども、昨日の安値を割り込むことがあれば、これを空売り戦略ということで見ていきましょう。朝の段階は3100円ですから、全然悪くないです。いい形ですね。高寄りしてスタートしてくれた方が、他の買い銘柄、朝一番の買い銘柄ですね。あれば、それ終わってから、順番で空売り可能となりそうな感じなので。では、これで、この見ていきましょう。そして、最後、6銘柄目です。4592の3枚です。以前、1万2000円の頃、つけていた銘柄が今、もう、974円、昨日の割値、そして今、一段安、971円から972円ということで、直近安で、さらに昨日安値をブレイク、して、下にですね、ブレイクしていくような動きとなっております。昨日安値引けとなりましたが、どうでしょうかね、ちょっと売り買える圧力はですね、アンダー今強い状態となっております。2点数倍、3倍までありませんが、2点数倍ほどあります。うん、このままの状況でいくと、いくら株価下げてもですね、支えられて上げていく。昨日ちょっと動画ご覧になった方、ダブルスコープのような形とこういうことをお伝えしたんですけれども、ちょっと
似ていく可能性もありますので、まあ、いずれ戻す可能性もあるんですけれども、一旦はやっぱり、ダルスコープのように下げることが考えられます。ちょっとオーバーが少ないですね。オーバーがちょっと増えてくることを確認してから、カロリエンティ。これからで可能な銘柄となりますので、優先メイクで見ていきましょう。買いはリスキーです。以上、6銘柄となります。で、昨日の段階で4393のバンコクイノベーション、これ出していたんですけれども、これ外しております。4日連続ストップ高ですね。で、昨日が剥がれるかなと思って見ていたんですけど、結局剥がれませんでしたね。それまで金曜日、木曜日、水曜日、まあ、場中剥がれての、まあ、安寄ってからのストップ高、つけずに寄ってからのストップ高というケースもありますが、ストップ高つけてから金曜日剥がれてストップ高。木曜日もそうですね、ストップ高剥がれてのストップ高。という形で、4日連続ですけれども、まあ、2倍、3倍にはなっていない、2倍にはなっていないということで、今現在ストップ高7140円、今のちょっと売り買いの圧力ですと変わらず、このままストップ高で、この気配のまま寄るのかなというところで、今日外しております。で、空売りがですね、バンコクイノベーション、皆さん、できないんですよね。売り金、確実に売り金ですよね。ですので、外しております。まあ、今日値が、もし、場中つくことがあればですね、ストップ高がまた張り付いて剥がれることがあれば、明日用としていることも可能となりますので、その時に見ていきたいというふうに考えております。で、あと皆さん、他の銘柄で気になる銘柄ありましたら、ぜひチャット欄にコメントをいただければと思います。あと、気になるようであれば、このまま見ていきたいと思います。あと、IPO ですね、これから続々ではありませんけれども、IPO 今月、あと、まあ、来月ですね、徐々に多くはありませんけれども、出てきますと。IPO 銘柄、新規上場でしたら、その価格次第でですね、追加していこうと思っております。今日のところはありません。まあ、これから徐々に出てくるということですね。まあ、月末にかけて、明日以降ですね、4銘柄でしょうかね、月末。そうですね。アトラスが明日、リンカーズも明日、FC は明後日、27木曜日ですね。で、プラスゼロが金曜日。ですので、明日から3日間で4銘柄ほど新規上場するということになりますので、ぜひ皆さんもご確認ください。で、あと残りは11月に入ってからの新規上場銘柄ということになります。これもワクワクですね。楽しみにしていただければと思います。で、決算発表も、まあ、徐々にという形でですね、これから増えていきますが、どうでしょうかね。決算発表を受けての買い戦略というのは特に今のところありませんでした。朝一番、ですね、8時45分から、8時15分からですね、見てきましたけれども、特にこれという銘柄がない状態で、推移しております。株価上げるんですけれども、出来高がスカスカの銘柄であったり、ダウントレンド中の銘柄の一旦の反発であったり、一旦のダウントレンドからの反発で上髭陰線、多いですから今、かなり多いですから、十分に注意をして、安いから買いではないということを、必ずこれ頭の中に入れてください。我々のルールとは全く違うですね、取引、トレードをされている方も、中にいらっしゃいますので、そのところ注意してですね、うまくいかなかった、とならないように、注意して、必ずですね、チャート、板を見ていきましょう。で、今日ですね、今日直近で決算発表の銘柄、いくつかあります。今日は21社ほどあります。キャノン MJ ですとか、山崎パンですとか、キャノン電子ですとか、SMK、などなどあります。まあ、それと大きなところに、あと、シマノなどもあります。オービックなどもありますけれども、適用度の高い銘柄というのは、今日はそれほどないですね。明日37社、明後日85社。今週末の金曜日が187社あるということになります。まあ、特に今週末、結構多いですから、キーエンスですとか、日立製作所ですとか、三菱電機、デンソー、NEC、日本電機ですね、ZOZO、エプソン、TOTO などなどありますので、こちらも注意して見ていきましょう。で、フロアスチャート切り替えていきます。特に焦る必要は皆さん何度もお伝えしておりますけれども、ありませんので、まあ、定位株は今日1件入っております。定位通が入っていますので、まもなく値がつきますが、チャンスがない銘柄に関しましては、トレードしないということを第一として見るようにしてください。コメルさんも今反発スタート、3倍用は徐々にオーバーが増えてきている状況となります。とりあえずまだ
EDP がいいですね。プラススタートです。ログリーは特大となっております。まあ、悪くないですね。ちょっとサンバイオがアンダー強いという感じです。今のところ、もう今すぐというのはありませんが、定期は定価ですね。1分で良い状況になった場合ということで、まあ、価格で言ったら153円なんですけど、まだまだ距離がありますが、追いかけてみていきましょう。さて、どうでしょうか。トレーダーズマイナス、売り買いの予測は2倍オーバーが強い状況となっております。EDP、上場来の高値、こちら7794は更新をしておりますが、今、少し分量されております。今日の高値17,150円を突破していけるかどうか、EDP、こちら見ていきます。3倍をマイナスではありますが、買いのポイントは、空売りのポイントはありません。今、買われていますね。プラテンして、また再びマイナス。コメルスさん、買いが入っておりますので、空売りですから、ポイントはありません。ログリーは特買いのまま推移しております。まあ、今日6名だと少ないですから、じっくりとこちら見ていきましょう。3倍をトレーダーズ、コーベブスさん、ポイントありません。可能性があるとすると、まあ、EDP の買い戦略、定数の、はい、そうですね、買い戦略なんですけども、定数を下げてきましたね。オーバーアンダーの差ありますので、そういう時には、売りにトレードはしない、ということです。まあ、このまま見ていきましょう。チャンスが来るのを待つ。これというのが、今、定数も ETP もあります。いつ来るか分かりませんからね。突然、なりがい、なり売りが入ることがあります。今、ランキングもですね、まあ、私、画面右下に出しているんですけれども、出来高、みんなスカスカです、一番上位にあるものは。そんなにないですよね。そうですね。こういう時には、まあ、やらなければ負けませんので。EDP 今崩れております。定数も崩れております。このような形ですね。両方ともタイミングはありません。まあ、EDP は特に板薄いですから、一気に2000株とか、何物が入る、何、意外が入ると、突き抜けていくことがありますので、これはこのまま見ていきます。板の薄さも必ず皆さんチェックしてください。定数は100円台ですが、板厚いですね。EDP は1万円台で、板薄いです。その対照的ですから、145円の定数が5万株とか、1万株、6万株、17万株入っている。それに対して EDP は1万6000円で、100株、200株、300株入っているということになります。日経も高いして今運用されている状態となりますが、プラス券です。EDP、ポイントありません。定数もポイントありません。どっちかもポイントない状態で推移しております。他の銘柄、神戸物産も3倍をも、トレーダーズもポイントありませんが、3倍をがですね、いよいよアンダー50万株から今30万株台になってきて、オーバーが10万株台から20万株台になってきておりますので、空売りは、ちょっとでしょうかね。この辺に置いてやっていきましょうか。名古屋そうですね。もうすでに3倍は昨日の安値を割り込んでおりますので、おととい買い向かった人たちはもう悲しんでますよ。金曜日ですね。1000円台で買った人たちは、含み損だとなっております。これも見て取れますね。あとは3倍はオーバーが増えてくれることをしっかり確認してから入る。ということになります。確認できない限りは売りにエントリーはしてはいけないということです。3倍を1万円超えてたのにもう今1000円割っちゃいましたからね。すごいですね。3倍をショック。もう本当に食欲なくなった3倍ショックですね。いや。
さあ、オーバーアンダー逆転するかどうか。うん、そこですね。今つけた安値ですね。1分前につけた安値を割り込むことがあれば、オーバーアンダー逆転する可能性があります。トレーダーズ神戸物産は今対象外なので今外しております。サンバイオの空売り、EDB の買い、テイツーの買いですが、テイツー距離があるので一旦。さあ、オーバーアンダー逆転するかどうか。4592サンバイオの空売り。ちょっと可能ですね。各証券会社。全然余裕で空売りが可能です。EDP も下にも支えられておりますので、サンバイオの空売りと EDP の買いということになります。まあ、このどちらか早い方のエントリーということですね。同時にエントリーするのは複数持つのデイトレでは絶対やめてください。管理ができなくなりますので。もしそれをお勧めしている人がいれば、トレードやってない人ですから。複数銘柄同時はきついですよね。無理ですね。EDP のような銘柄、板のスカスカ、薄い銘柄でトレードをしている方、まあ、大型であってもですね、こういうのを2つやっていたら、まあ、まず無理ですね。無理ですね。あと、今日材料が出ていた銘柄、竹内とかイチゴとかありますけれども、今日入れておりません。まあ、チャートの形がそもそも悪いということで入れておりません。あと PSS などですね、材料出た銘柄もありますけれども、それも入れておりません。さあ、EDP の方が良くなってきつつあります。気をつけて高値どころですね。17,150 円を EDP 捉えることができるかどうか、EDP は買い戦略です。板薄いので、いつ50円捉えてもおかしくない状況となります。まもなく。EDP の方が先ですかね、3倍より。で板を見ると、それほど多くはありませんので、17,200 円に10件入っているぐらいですね。というものが。それ以外、スカスカ1件、2件、3件です。17,090 円、EDP の買い戦略。そして3倍は今少し買い戻されておりますので、ポイントは今のところありません。ただじっくり待ちましょう、タイミングを。皆さんは注文画面も皆さんの資金力に応じて株数を入れながらのエントリーボタンを押すだけです。上に向けたから、そこから注文ボタン押して株数を入れては絶対にやめてください。もちろんスピード注文できる方はパッパッとボタン、あと1回、2回で。起動できる環境にしていただいても構いません。両方見てみますね。EDP とサンバイオ。サンバイオはポイントないです。ポイントないのは1分が間もなくと言いますか、もう少しとサンバイオを検討しそうです。まだわからないです。EDP は17,150 円を抜ける。まあ、自ら150円削っていっても構いません。資金に良くなるかとは。で、50円抜けて160円。3倍は960円どころを割り込む前にオーバーが強くなってくることも考えられますが、ちょっと割り込んでた方がいいですね。3分間ほど支えが一緒ですから、960円。これを割り込まずに3倍を一旦プラテンしたら、あ、EDP が行きましたね。3倍一旦、下の方に持ってきます。EDP ですね。入られた方、今このフリータ。フリータとあとは、まあ、エミネですね。まあ、EDP、フリータも出しながら、今、エミネも両方出しておきます。エントリー。難しいですね。早くても17,190円どころでエントリーされた方が数名いらっしゃると思いますね。
チャンス数名でしたね。1人、2人、3人、4人、5人、まあ6人、7人、8人でしょうかね。1万7200円のところまででいると。特に役所、今日、PDP エントリーできなかったと早くてですね、8人ぐらいの方は1万7200円までではそれでできて、役所できてますね。早めから見ると。株式のただ少ないです。300株とか、100株の方もいますから。まあ、100株でももうこれだけで数万です。まあ、1万ちょっとですか。170、1万で173万だから、1万から2万。200株だとその場合。で、中に800株の方がいたり、500株の方もいますので、まあ、その方ですと、今、10万以上、もう含み益ということになりますね。100株ですと、そうですね。17119で8だから、16万円ぐらいでしょうかね。含み益と。部分的にリグっていってください。もし、皆さんの中でトレード可能だった方ですね、役所された方は。やっぱり、値傘で娯楽がある銘柄っていいですよね。いいですね。取れた時の利が本当大きくなりますので。本当は、昔というか、ちょっと前にレーザーテックですとか。ああ。私はベイカレント売りとかよくやってましたけど。ああ、そうですね。結構、本当に取れるとき、しっかり取れるんですよね。面白いように取れるんですけども、なかなか今揉んでますからね。下げたと思ったらレーザーテックまた上げる。やっぱり綺麗に取れてたらいいですよね、ああいうイメージの。そうですね。本当そうですね。EDP ですね。まあ、大体8人ぐらいの方が、NA 見ると、役所できているんですけど、その中に皆さん該当、お一人でも該当しているかどうか。ということで、もう今、1分が今崩れつつありますので、持たれている方いたら、どこかで必ずリビューを行ってください。で、どこかでというのが分かりやすいポイント、皆さんにすぐお伝えしております。ポイントですね。3点、4点でしょうかね。1箇所、2箇所、3箇所、4箇所ありますから。そして、ログリーが読みましたので、EDP は皆さん、もし持たれている方いたら、必ずリグってください。そして、ログリーが値がつきました。今日のストップ高が、1347円、まだまだですから。ありますね。いいですね。でさっき EDP 取れできなかった方は、もうこちらを狙うと、こういうスタンスで見るようにしてください。まあ、取り急ぎ、今はめちゃくちゃ板薄いですからね。早く熱くなってほしいですね。はい。仙台ですので3分ペースでこちら見ていきましょう。でもし高値掴みとなった場合には即切るようにしてください。さっきも EDP は待つ姿勢とお伝えしましたけれども、これも待ちます。売り買いの圧力のバランス必ず見てください。3倍はオーバーが少ないので、今この中に入れないようにします。いつもチャンスありません。神戸物産トレーダーズもポイントありません。もうこれだけですね、今のところ。ロブリー。まだ寄ってから2分です。出来高は増えております。昨日の1日分の陽線が、もうこの1本目で出たら、売りに押される可能性があります。得が、はい、今、連が出ましたね。連から特に変わることがあります。ちょっとやりにくいですね。そうですね。オーバーアンダー見ても、まあ、とりあえず手出し無用ですよね、もう今。そうですね。皆さん、悔しがらないでくださいね。このログインの、ポイントなく今、連が入ったんだ。まあ、だからくらいの感じでいいと思います。でも全く気にせずに、ああ、行ったんだ。じゃあ次探そうとかですね。あとはログインの場合には一旦押してから。で、連のまま値がつきそうですね。特にならずに今のこの状態ですと。そうすると、高値、1000円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 、まあまた値がつきました。にならずに。その後、また連が入るかもしれませんけれども、売りに押されて次上げる。もしくは、売りに押されずに、このままの価格をキープしながら、次上に行くタイミングを変えていく。で、1347円がストップ高ですから。すぐにデイトレする場合には、ストップ高、ストップ安のことを皆さん意識してください。
ストップ高まで、あとどれぐらいあるのかな。今もう 15% 上げてるけどね、20% 上げてるけれども、あ、じゃあ、あと十数ティック、あと40ティックあるんだったら、もう取ろうから、入ってもいいから。エントリーポイントから5ティック以内だったり、であればやらない方がいいです。ハイリスクです。ハイリスク、ローリターンです。で、特に一段高。1314円どころ、抜けていきました。板薄いですけれども。入られてる方、手仕舞いポイント。例えば自分でしたら、ここ割ったら、逃げる。ちょっと含み益が伸びてほしいところ、オーバーが非常にいいので、オーバーが10万株も超えずに、このままアンダー20万株超えてほしいですね。いいですね。あ、今いい感じですね。はい。というものに押されてる。あとは含み益の場面で、まあ、コツコツリーグーと。スカスカですから、いいかな。あとは1分のマクディは1分マクディまだまだ距離があるので、で結局安値が割らずですね。不安な方はプラスのうちに部分的にリグっていただいても構いません。板、まあ、1000円台にしてはちょっとずつ入ってきてはおりますので、最初と比べればだいぶ入りました。そうですね、見てたら多かったですから、ちょっとオーバーが入ってきてますね。変化してきておりますので、あとはどこで逃げるか。オーバーが増えてきたから逃げる選択肢もあります。あとローソク足の状態に逃げる、あと他テクニカル指標、常にお伝えしておりますテクニカル指標を見て逃げる。ここから売りのレーンが入ると大危険です。まあ、何か無理をしないと。含み益の場面を一旦見るとですね、ロスカットしたくなくなるというのは人間の、いや、こう、まあ、気持ちとしてはほとんどの方がお持ちなんですけれども、それを、でも消します。もう今、ここ割り込んでいますね。だからここで、ルール通り切ると。ということになります。部分利確した後のロスカット。結局、プラマイゼロ。あるいは、プラスされてるうちに、ある程度逃げていただくと。株数にも言いますので、100株だけ入った人は、だから、手仕舞いのポイントがあやふやになることが多いですから、まあ、どこで逃げたらいいんだろう。と思いますので。では、これですと、1303円を、割ってますので、今1分、最新の1分ですね。1302円で最低に見える。で、ロブリーですね、先ほどお伝えしましたように、エントリーせずに様子見だった方、もう1回下げてから上げるタイミングでも入れます。あるいは、下げずに横ばいになって、もんで、折り場が急となってから上げるタイミングでも入ります。ただ、市況のストップ高は1347円ですから。揉んでる間に1330円とか1340円になってから入るのはノーリターンですから、エントリーが1342円とかだとストップ高まで5ティックしかありませんので、だったら入らない方がいいと判断することが可能であります。だからできたら押してからですね、今押されているのでいいんですけど、押されてから次反転するタイミング、今日も高値じゃなくてもエントリーできますから。ロブリー、どうですか、ロブリー。うまく逃げられましたでしょうか。最悪、同値撤退でも構いません。同値よりワンティック上で、最悪逃げたという方もいらっしゃると思いますけど、次のタイミング、ロブリー、狙っていきましょう。
1分デッドクロスになれば、また売りに押される可能性もありますので、オーバーアンダー逆転することも考えられます。で、こちらまた進めていきます。まあ、ADP とロブリーですね。ADP ちょっと、本当に多くの方ではありませんでしたね。全体で、17,200 円までエントリーできた方が8名ほどということで、あゆみで皆さん見ていただくと、数値も全部わかるので。で、そして他の銘柄見ていきます。定数ポイントありません。3倍の中にもポイントありません。トレーダーズポイントありません。神戸物産ポイントありません。9時20分になりました。ストップ高つけてる銘柄はありません。まあ、ロブリーさっき出していたので、もう一回沈んでから上げるタイミング、これ待ちましょうか。1分でとなってから、次の上げのタイミングを狙うのがしっかりということです。そうだから。こういうケースもありますね。つけちゃうとですね、もうまあしょうがないですね。そうですね。これがストップ高つけたらもう終わりということになります。剥がれたところを買うのは危険ですから。ここ直近の銘柄でも剥がれたところを買って、大きく下げている銘柄、毎日ありますよ。ストップ高つけましたので、ロブリーを終了と思います。ですので戦略として結局、うまく逃げれていれば十分ですし、中には1分デッドクロスまで待とうということでトレードされている方はストップ高ではありますけれども、含み損の場面ですね、1275円まで落ちてますので、パーセントで見ると含み損のパーセント結構大きいですよね。1315だとしてです。3% ですから、含み損。ここまではなかなか持てないかなというところになりますので、まあいいところでは逃げる。まあ、あるいは経理などを使うと。あるいはまあ利益確定をすると。で、一方で EDP、さっき見ましたね。今このような形になっています。ボスン。じゃあこれの対策はどうしたらいいかというと、いいですね。何がいいのかというと、下げてきてくれてますので、上げて、下げて、次の上げのタイミングを狙うので、まあ、この圧力も見ながら、またポイントが来たら狙っていこうということで見ていきます。まだまだ時間かかりそうですね、EDP は。先ほどエントリーできなかった方も、今高値掴んで持ってる人もいますので、EDP。その人たちの投げが今、徐々に入りつつあるということです。これ見ておくと面白いですよね。高値を掴んでいる人の投資家の心理にもなります。皆さんが 17,200 円、または今日の高値付近 17,400 円ぐらいで買ったとします。もしかしたら以前の皆さん 17,400 円ぐらいの時に買ってませんでしょうか。こういう場面で買って、あ、売るに売れない、あ、含み損だ、まくりもデッドになってるのに売るに売れない、だっていつか上がるだろうと思っちゃうからと思っている方もいると思います。で、我々はそうはならないです。必ず手締まりルールというのがあります。そこで必ず聞きます。次の明けのタイミングを狙っていきますとね、EDP、引き続きこちら見ていきましょう。で、あと、ロブリーは、これはもう、ストップ高つけましたので、ね、これ終了となりますから、空売りもできませんよね。できる証券会社、おそらくないはずなので、崩れたところを空売りで狙うという、これはなし。捉える方が良かったですね、ロブリー。で、定数3倍をトレーダーズ、超えました。以外の銘柄を見ていきます。EDP はこのまま残していきます。で、朝というか先ほどお伝えしたイチゴ、これ材料出たんですけれども、冷やしチャートがこれですから。冷やしデッドクロス中、出来高急増、上髭、これはもう外しです。今日、3% 上げてますけれども、外し、対象外です。あと PSS、これも材料出ましたね。75日線の下。でも今、ストップ高が買い気配。抜けてから、あとは価格帯にても上値重いです。800円どころ、たくさん持ってる人がいます。出来高急増した7月。早く戻ってきてくれと。皆さん、自身の気持ちになって考えてください。
800円から850円、900円ぐらいで持ってる人の気持ち、ああ、今、半値だと。マイナス 40%、マイナス 45% どうしよう。もうスカッとすればよかったな。という感じです。今は、ストップ高、買い気配ですから、563円の頃になっております。これね、ついたところでですね、売るというのも面白いと思います。さすがにどうですか。皆さんは、前よりももうちょっと、からできますので、ピースは。切るとき、ドスンと落ちるんだろうですね。まあ、冷やし見ればこれ、上に行くような力はどう考えてもないですからね。ないです。バネが本当重いですね。ESS は昨日出た材料がこれです。フェローテックってあるんですけれども、これも上場している会社なんですけれども、これとも合弁会社設立について、まあ。だからということですね。それで、これを、売り金であれば、あ、売り金になってきます。スエドも売り金なんですね。楽天売り金ですか。今日のストップは563ですね。スエドだとどうでしょうか。夏に売れそうですね。あ、売れますか。はい。1日信用が売れず、あ、普通に楽天可能ですね。売りが可能となります。うがいの状態です。まあ、たくさんニュース出てますけれども、あまりこのニュースを出て個人投資家買い向かいますから、大体。そこを逆手に取るということですね。知ったらしまいと。こういう、まあ、相場の格言があります。ただ、決算発表も、決算発表を受けての上げて、スタートする銘柄って、そのまま上げていくこともありますけど、大体こう、下げますよね。自分は決算って受けて中途半端じゃないですけど、大きく上げた銘柄はそこから剥がれて下げていく、もう多くこれまで見てきておりますが、まさにそうか。で、ピースエスこれはですね、入れておりませんでしたか。追加というわけではないですけど、参考までに皆さんこれ見ていきましょうか。剥がれたらどこまで剥がれるのか。まずチャートの形がそもそも回線の方ではないということですね。これは例えば週見ていただくと分かります。これですね、一目で見ると600円で700円で600円でですね、これを抜けない限りは重いと、上値が重いというふうに見ることができます。で、 EDP はまた再びチャンスがあればということで見ていきます。3倍をプラテンしております。トレーダーズマイナスのまま。値幅、どうでしょうかね。徐々にこう下支えられながら、買い戦略のトレーダーズ、上げていきそうな感じではありますけれども、いかんせんオーバーが強い。コベルスさんの空売りですね。今、高値圏を揉んでいます。定数の買い戦略です。これも先ほどのトレーダーズ同様ですね。支えられながら推移しているという状況になります。一応 PSS はこれ、まあ、ストップ高つけてから、剥がれたらということで見ていますが、まだストップ高これつけていない状態です。今日ストップ高つけたのは、こちら4銘柄です。メディア総研、グランドというのは、横浜のレストラン、グランドですね。シーズンアップロブリとなっております。で、それ以外の銘柄ですと、チャンスありそうなのが EDP、もう一回ということですね。あと皆さん他にどんどん銘柄出していただければと思いますが、これどうですかというようなものも。銘柄番号だけでも出していただければ、その銘柄皆さん一緒にですね、見ることができますので、どんどんコメントいただけたらと思います。なんかご自身で個別で見られているのがあればですね、ぜひ教えていただければと思います。そうですね。よろしくお願いします。結構皆さんいろいろ見られてますからね。中には絞ってる方もいらっしゃいますからね。そうですね。この銘柄、船株だけにしてるとかですね。以前でしたら、もう、プレミアアンチエイジングだけ見てるんですとか、という方もいらっしゃいましたし、
いろんな方いらっしゃいますので、これさっきプレビアどっかにランキング入ってましたよね。もう安定でいた。今日は32位。これももう本当右すごいですよね。こんなになってたって感じです。すごいですね。もう死にたいですよね。これ掴んでる人がまだまだいるっていうのはすごいですね。1万5千円のところで持ってる人もいますから、普通に。モスカットの重要性を改めて皆さんに知っていただければと思います。で、今見ているものは、この中でもトレーダーステイツとまだ距離がありますので、まあ、ETP ですね、しての回線、まあ、3分がゴールデンになってから。ということで見てください。あと、今日材料出ていたのが竹内。6432竹内です、今日。一段高も昨日のヒゲの範囲内。しかも出来高が5万株しか入っていないということで、これも一つ対象外ということになります。出来高が伴っていないものには触れないようにしてください。出来高は1000株ぐらいしかないもの、極端に800株ぐらいしかない銘柄がですね、皆さんもご存知かもしれませんけど、すごい、これだけ取れましたっていう広告を出している方がですね、いらっしゃって、よく見たら800株しかない。で、それで、これで1000株とか5000株入ったものはこれぐらい取れてますということで、前面に出しているので、ちょっと驚いたことが、つい最近あったんですけども、すごいな、びっくりします。で、値上がりランキング、今見ておりますけれども、こちらです。ログリー第1位ですね。ご覧いただく方は、ナイストレードということになりますが、あとシーズン、あとはフィールズ、つぶやいフィールズが今日一段高となりました。で、前回まで、先々週でしょうか、出していた銘柄となりますが、これ今日はちょっと出しておりません。今日このまま終わればですね、明日以降も一つ見ておくのがありかなと。ということですね。あと出来高伴っているもの、ATR グループですね。これも一段落と見ました。昨日出来高見るとちょっと微妙だったんですよね。あとはヒゲがあったので、今日入れておりませんでしたが、これもいい形になってきていますね、APR。76番。今日行くと100万株超えるというはずですね。なので、無理に今日トレードしなくても全然問題はありませんので。あ、他にいいのか。ありがとうございます。コメントいただきました。ピリシス。4-4-4なんですね。見てみましょう。今日の第3位、年末ランキングです。直近高値の頃を捉えて、来ております。どうでしょうか。4-4-4-7の、こっちの方ですかね。東証グロースのですね。上髭、今つけております。出来高、入ってます。193万8000、4万、194万株になりました。出ます。いい形ですね。ちょっと今からだと遅いので、1分間これからまでなりそうです。まだなってないですけども。一旦押して、次の上げはありですね。444なら当初グロースの方を皆さん見るようにしてください。いいですね。押して、一旦これも切り替わってからの方がいいですね、今からですと。ここですね、ここが切り替わってからの方がいいですね。あるいは揉んでから、揉んでいるうちに切り替わって、次のタイミングを狙う。今日の外が1442円ですから、まだまだ距離があるということです。ありがとうございます。測れと一緒に行きましょう。遠藤さん、そこが気になるポイントですね。測れが。はい。
ETP は今押してきております。もう一段下げるかどうか。BB Systems は22万の大盤に対してアンダー16万ということで、作り圧が強い状況で今運用されております。だから一旦下げてから次上げるタイミングの時には必ずアンダーが強いことを確認してください。フィールズは以下ですね。こういう形になることですね。オーバーとアンダーの数値の差を見るようにしてください。ちなみに次はフィールズに関しましては2266円というのがストップ高です。ちょっとポイントが今からないです。フィールズに関しましては。エイピアも今のところポイントがないですね。これから入るポイントは特にありません。であと、もともとの中国銘柄トレーラーステイツーは、まだ3倍を神戸物産もポイントありません。ありがとうございます。コメント、どんどんください。お待ちしております。もう、どうですかじゃあ、もう、バッバッもう4桁の番号だけでも構いませんので、皆さんも、忙しいと思いますので、ね、バッと出していただけたら、その銘柄を見ていきます。なんか、BSS は離れそうですけどね、まもなく。この短時間できそうな銘柄って今ちょっとなくなってきたので、そうですね。もう、いろんな銘柄見ながら、遠藤さんおっしゃっていただいたように、BSS の剥がれを見たりも面白いでしょうし。ヒデソー系のストップ高つけてから剥がれてます。ホテルニューグランドもこれストップ高つけてるんですけど、できるだけ1600からストップ高です。昨日もそうですね。スカスカのままストップ高。シーズンストップ高つけました。550円つけてからでも518円。32ティックの下げてます。ノグディストップ高のままです。まあ、今のところ、この気配を見る限りは剥がれそうもない、特外剥がれそうもない状態となっています。ESS に関しましては、これだけ売りが入ってきているので、必ず表示用に剥がれるはずです。剥がれてすぐ買い戻される可能性がありますので、十分に注意をする必要があります。ワンチャンス。そうですね。売りで狙うとすると。BB システムに関しまして、先ほど出していただいたこの指数に関しましては、一旦押してから次の上げのタイミングを狙うので、まだまだということです。API グループも同様、スプレアフィールズも同様ということになります。EDP はまたこれも同様ですが、ポイント今のところありません。BB システムが売り買いの圧力のバランスがまだですので、こちらも見ていきましょう。バランスで言ったら EDP の方がいいですね。このまま。先ほど挙げていただいた銘柄となります。皆さん気になる銘柄ありましたら、もう遠慮なく、どしどしコメントいただけたらと思います。9時38分現在、今ストップ高つけたのが一つまた増えました、アースインフィニティです。こちら、売り金の銘柄となります。今、ストップつけましたけれども、また剥がれてストップという感じです。今日かなりゴールでいいですか？はい。5ですね。はい。そうですね。重いですね。でもまだまだ。そうですね。めちゃめちゃ10月の頭売りたかったんですけど、ね。ああ、いいですね。売り切り全部ずっと売り切りだったんですよ。これ。はい。で、結局3000円近くまで下がりましたから、6000円つけてから。半値。こういうの取りたかったですね。崩れて、出来高ともなってあげて、崩れて、そろそろってなって。遠藤さん、こういう崩れを好きですね。ストップ安も。あ、そうですね。今日、まあ、買い出らした注目銘柄ロブリーは、まあ、ストップ高で結局、つけて終わっておりますけれども、この空売り銘柄がストップ安つけると、すごく気持ちいいですよね。で、今出しているつぶれやフィールズのように、こう、高値が揉む
ことですね。揉んでいる間にまた膜にも変わりますので、これも見ておくといいですね。追加というか、中央監視。追加監視っていうんでしょうかね。面白いのが、出していただいたのと、あと276。つぶらやフィーです。社名変更ですね。あと、418。まあ、これ明日になるかもしれませんが。面白いと思います。これ、明日用になるかもしれませんけど、今、チャットの方に来ました。あとは、朝外しましたバンコブイノベーションですね。今日の注目銘柄に出ておりません。バンコブイノベーションはストップ高確定ということになりますので、まあ、これが明日用になるかどうか。ちょっともう、だいぶ波の注文も少ないので、出来高によっては、未約承認なり、機械注文分を見ながら、その状況によってはなしとすることもあります。で、PD がですね、まもなく今日の高値を抜けていきそうな感じになってきています。1分デッドクロス中。抜けてきたら面白いですね。ゴールデンクロスになって、確定して1288円を捉えるか。まあ、価格帯取引高見ると、まあ確かにありますね。高値掴んでる人も今日いらっしゃいますので、あとオーバーアンダーですね。理解の圧力の差を確認をしてみてください。加瀬さんでしたら、どこのタイミングで PB、もし入るとすると。これはですね、はい、あ、今抜けちゃいました。抜けちゃいましたね。僕はこのパターンもあんまり好きじゃないんですよね。好きじゃない。ボリンジャーバンドこれ結構広がってるじゃないですか。で、1分今下からグッ、ボリンジャーバンドじゃないや、ボリンジャーバンドとマクリーが1分下からグッってきてますけど、はい、こういうパターンでいくと勢い強すぎちゃって、でも整えてはないんですよね、チャートってこれ。うん、そうすると、そうですね、あんまりこう勢いはない、そのいわゆる上に行ける勢いはないのかなっていうと、見せかけで落ちてきちゃうみたいな感覚が僕としてはすごく強いので、まあ行っちゃったらもうしょうがないって割り切って、はい、僕は見逃すっていうタイプですね、この形は。広がってますもんね、確かに。ETP のようなこうボリバンだったら面白いですね。そうですね。ボリバンで3分が切り替わって、まあ、ちょっと V アップが1704円ところに、17,041円ところに EDP はありますけど、さあ、一段高、EB システムです。まあ、1分マックディー見ながら入られてる方がいたら、どこを手締まりとするか。早いのが、この状態ですと、オーバーアンダー。あとは、1分のロースクワして、見る。板が分厚くはないですね。見てたら、4回入りつつありますけれども。もう、グロースで見てなかったら、もう、できなく大変なことになりますからね。そこは気をつけていただかないと。確かにそうですか。これ。あと、銘柄、どうでしょうか。他に。エイピアは売り買いの数は良い状態で、今1だったらポイントがありません。デッドクロス中です。スペアフィーズもデッドクロス中、揉んでいます。まあ、こういうのがいいですね。このまま長く続くと。2番が9っていうのがこう、続いて、ロースが進んで揉んで揉んで、その後上にブレイクしていく。そのためにも1分が、やっぱり1分と3分のデッドになってから、次のタイミングを狙う。PB システムズが売られてきています。売り買いの圧力のバランスが変わりつつありましたが、一瞬今変わったんですかね。また再び海外優勢となってきております。もうほぼ拮抗になってきました。そうですね。
とは、3倍のは崩れてきてくれると面白いんですよね。1回移動して上まで行きましたけど、ね、結局これ耐えられないというか、行ききれないとなれば、ね、これ崩れたら面白いんですよね。心療消化です。この崩れはちょっと待ちたいですね。なんだろう、ちょっと重いですね。重いですよね。まあ、こういうの好きなんでしょうねって言ったらあれですけど、それですよね。あとは、ペイツーは戻すパワーは今弱いです。トレーダーズも戻すパワー弱いですね。今、下ひげつけておりますので、いい形になってきております。PB がまた再び、再び更新。ATP はまだ揉んでおります。PB が強いですね。いいですね。もう僕はこういうのは完全見送りですね。本当これ流行ってる方は、ね、素晴らしいと思います。本当はこれ福岡の会社ですね。本拠地福岡で、福岡で上場してて、こちらでも上場したと。上場ということですね。あ、そういうことなんですね。スカスカでしたけどね、こちら PB の東証の方の出来高って1万株とかしかなかったですから、1日。そうですね、1万9000とか。ああ、そうですね。ちょっとしたというか、完全に遊ばれてる、してです、完全に。ああ。操作されているレイヤーといってなりますね。これが PB がテンパガーになるのであれば少なくとも7000、8000まで上げる必要がありますので、まあ、そこまでいくことはありえないとは思っておりますけれども、まあ、どこかで高値つかまされてその後急落を待つという感じですね。2万だったものが今1300円。ちょっと他の銘柄見ていきます。PSS はちょっと買い物も入ってきてますので、まあ、今日中には値がつくとは思うんですけれども、一応いつ下がれるかわからないので、ここまでかもしれませんし、ここを見ていきたいと思います。トレーダーズがやっとね、ふんわしレベルで移動平均線の上に覗き始めたっていう、そうですね。感じですね。まだまだ時間かかりそうですね、これも。まだですね。オーバーがまだ強くて、出来高51万株、まあ、昨日の出来高はちょっと大きかったですけれども、今日はその半分以下です。3分の1くらいでしょうかね、昨日の出来高の。昨日は出来高1,204万ということです。今は50万、4分の1となっております。で、合わせて、このようにランキングも
皆さん必ず見るようにしてください。お一人でやられるですね。だから監視データが正直多ければ多いほど、まあ、その人 の許容というんでしょうかね、どれだけ見ることができるかにもよりますので、2週ぐらいは常にこう見ていただくといいですね。今日でしたら、上げている銘柄か、6銘柄、特に EDP トレーダーステイ2コベルスの3倍量上げました。で、プラス、時点の銘柄もですね、いくつかあるといいです。それは例えば、これまでですね、我々の方で出していた銘柄を時点銘柄とするのもいいです。また、再び定数とかもそうですし、一旦外した銘柄もまた来たりしますし、つぶれやフィールズもそうですよね。ありますので、出来高が伴っているものを、この霞が関は今まだですけれども、出てくる可能性もある。通りも今日材料出てましたけれども、結局、寄って陰線です。こういうような形です。だから材料で買った人はもう朝、ここで何で買うので、皆さん損するんですよね。今日は出来高がかなり多いです。これでも39万株ですけれども、普段スカスカですから。8万株とか7万株とかですから。ちょっと落ち着いてきた感じがありますですね。コベルスさんいい形で下げつつはありますね。今日の安値をコベルスさん捉えてきていますが、昨日の安値まではまだまだ距離があります。3倍の絡みに関しましても、先ほど加瀬さんおっしゃったように、まずは目が使えた状態ではありますが、まだまだ距離がある。で、5番台見るとですね、空売りにしては3倍近くあるということ、2.8 倍ぐらいでしょうかね。回復が強いということで、売り物に対しては、まだポイントはないということになります。3倍よとかで3倍なんですね。素晴らしいですね。まだ今、3倍を下げています。あれが重い状態。ADB は揉んでおります。ポリガンがキュッとなってきています。BB システムズに関しましては、売り買い拮抗です。1分デッドクロス中。値がつきそうだと言っていた PSS、全然値がつかないですね。ちょっと下の方に持っていきます。私、個人用としてしまう。別枠です。別枠で、はい。また APR グループですね。チャットに来ました。こういうケースが結構面白いですよね。APR のような銘柄。振り返りの取得は良い状態で3分デッド。で、1分デッドクロス中なんですけれども、株価が全然デッド中にも下げない。銘柄は一旦ゴールデンになると、ことが多いですよね。全部とは言いませんけれども、こういう銘柄を狙うというのもありです。あと、つぶれフィールズは今、プラス 14%。これも同様ですね。あと1分デッドなってから下げておりますので、下げてから今、揉んでおります。フィールズも面白い。ということで、いきます。理解の圧力のバランスだけ見たら、そうですね。EDB は拮抗です。AVF 17,304 の下にありますので、まだまだという感じですね。で、3倍を取っていく。トレーダーズ。トレーダーズ戻してきてますね。オーバーアンダーはまだよくありませんけれども。これ戻しながら整えてくると面白そうですね。そうですね。ちなみに、これが昨日の冷やし跡、昨日の高値で表現されています。から距離がありますので、円売りを今安いから買おうと言って買うとこの後インセットをすぐ通してしまうこともあります。大いに考えられますので、オーバーが強い状態の時にトレードはもちろんしないようにしてください。コベブスさん、今日の安値兼揉んでいる状態となります。皆さんご質問などありましたらコメントいただきたいと思います。見るべき銘柄が定まっているので、こうやって順番にこう板を見ながらチャートを見て、
特に海戦略の銘柄の場合には、まあ、3分までとなったばかりの銘柄、時間まだまだかかりますので、それでもそうなのまだまだ時間かかったなということが分かっていれば、その時間を使って他の銘柄を見ると。本当にあの、前のめりになると、今遠藤さんおっしゃっていただいたように、これまで来るまでまだまだ時間かかるなっていうことが冷静であれば判断できるのに、トレードの前のめりになっちゃうと、チャンスだと思っちゃいますね。全くチャンスじゃないのに。そうですね。本当にそれは、ね、気をつけていただきたいですね。こういう動かないやつとか、今、まだまだ時間かかりそうだな、いや、でももう来るんじゃないのかなみたいな、なんか謎の思考になるんでね、あの前のめりになると。もうとにかく前のめりにならずに冷静に見ていただいて、こういう相場の時は特にですね、動かなくなってくると、そういう傾向になっちゃいます。そこはぜひ気をつけていただければと思います。どこかで、ね、客観視できるもう一人の自分がいるといいですね。冷静になって見ることもできる。その子を隣に置いていただく。いいですね。本当は理想なんですけども、また本当にもうこう、見えなくなっちゃいますから。ペッパー君みたいな。そうですね。PB も今、勢い弱くなってきちゃって、これに付き合わされたくないんですよね。また伸びてきてますけど、ああ、いいですね。これに付き合うのが嫌なんですよね。1分でまた、ペットからゴールデンになるかどうか。その最初のところで入ろうと思って、勢いよく伸びてくれればいいんですけど、やっぱりこの、なんていうんですかね、3分のもみ合い、ひげも、上ひげ、下ひげついてる、この形、綺麗じゃないんですね。ちゃんとやっぱり、こういう時に上げていく形って、やっぱり綺麗じゃないんです。そうですね。これに付き合わされたくない。まあ、これ、入ってすぐポンって、なんですか、ちょっとの値幅を取るっていう、もともとの戦略で、そういうのが好きですっていう方はもう全然いいと思うんです。ただ僕はそれが好きじゃないので、それはやらないとか、そういうふうに結構区分けしていただくと、多分、やるべきトレードとやらなくていいトレードって分かってくると思うので、やりやすくなってくるかなっていうところですかね。板が薄いから嬉しいですね。まあ、チカ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 こう動いてる分には面白くていいですね。もう EDP なんか全くチカチカしなくなっちゃいましたもん。そうですね。昨日の出来高が20万ちょっとということで、まあ、今日もそれぐらいで落ち着くかもしれないですね。ポイントが今のところありませんので、9月の、その EDP は9月の安値の更新がちょっと余計でしたよね。もうちょっと、そうですね。日足、きれいに揉み合ってくれると、もうちょっと持っていったかもしれない。一旦ちょっと EDP 下の方に持っていきます。もともとあった今日の銘柄以外、まあ、先ほど出していただいた PB と、あとは、そうですね、ちょっと書きました、つぶやフィールズ、エピアグループ、読みます。エピアグループなんか、今後面白そうですよね。そうですね。その週が雲を抜けたところですね。月で見ると、ワインの重さがかなり感じられますけれども、トレーダーズ。先ほど仮定しましたが、また待ります。神戸物産の売りは今日の安値付近。テイク2と戻すかどうかまだ戻しません。EDP は揉んでおります。3倍音からではまだポイント来ておりません。ですので、まあ、新たな銘柄ですね。この3つを見ていっております。